埼玉西武ライオンズ対福岡、そして打席には柳田が入ります。さあ一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね、入りました、ファールボールです。2球目打ちました、ライトライナー掴んでこれで2アウトです。打席には5番バッター島、先ほどの打席でソロホームランを放っています。マーティン、まずは先頭バッターを打ち取っています。センターに抜けました、ワンアウトからランナー一塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには3番外崎、先ほどの打席はライトフライに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか、落ちる球を持ってきました。これでフルカウント、ランナーはどうするでしょうか。変化球で空振りを、今日は見事な完封です。